よという歌聞いてください。基本的に自分たちこういう風に歌の方を作るんですけど、基本的に僕が作詞の方をしまして、曲作りは坂本の方が行っております。なお今歌ってる歌たちは僕たち YouTube の方に夢呼びと調べていただければ載っているので、ぜひ皆さんも見ていただけたらなと思っております。
それでは次3曲目の方に行きたいと思います。少しちょっと早足なんですけれども、次は、僕たちこういうふうに歌の、こういう歌う風にきっかけをくれたアーティストがいまして、それはもう12、3年ぐらい前になるんですけれども、ジューク、というアーティストがいまして、その中で、代表曲に、あの紙飛行機曇り空割ってという歌、皆さんご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、その中の、カップリングの歌になります。卒業の歌、友達の歌という歌聞いてください。終わることを僕らが意識し始めたとき、急に時間は形を変えた。退屈だと叫んでいた、なんでもない毎日が今では宝物です。裏切りや嘘も、だけど信じていたよ。校舎の影で待っている時間はもう戻ってこないけれど、いつも思い出はそこにいて、暇でも待っている。そしてまたここに、そんな時を止められずに泣いてる、これからの君がいる。そんな君に今だからこそ伝えたい、いくつかの言葉が見つかりました。その時は終わるじゃなく始まりということを、今日があの頃と呼ばれても、そこには距離という邪魔者がいても、行こう。ぬるま湯に風邪ひいて臆病君に届けこの想い、まっすぐ忘れないで、君は一人じゃない。辛くてもそれでも済むなら飛べるだろう、君は必ず飛べるだろう。汚くて泥だらけの川でも、そこに落ちたとしても這い上がる時間が翼になる。大きく強く校舎の陰で泣いて、という歌でした。多分学生さんの方とかも多いと思うので、少し共感できる部分があったら、ジュークさんの歌とかも聴いていただけたらなと思ってます。それでは、僕たち、最後の、曲になります。
楽しい時間もあっという間なんですけれども、自分たち以外にも、まだまだたくさんアーティストさんの方も出られるので、ぜひ楽しんでてくれたらなと思っております。それでは、最後の曲になるんですけれども、僕たちのオリジナルソングになります。ちょっと早いテンポに乗せた歌なんですけれども、Life's Journey という歌を聴いてください。星を見たんだ、そっと願いを込めて、何も持たず飛び出してバッグに思いを詰めた。離れて感じる寂しさらに触れながら、人は一つ二つと強くなっていく。 Life's Journey、 今ここから始まる。自分